今回ご紹介いたしますのはこちら。このコンソールボックスではなくてこの中身になるんですけれども、こちらになります。オッドキャストから新しくリリースされましたオッド AI ボックスの P3、 こちらのご紹介を今回はクラウンのスポーツディスプレイオーディオを使ってご紹介をしていきたいと思います。まず設置例なんですけれども、このクラウンスポーツに関してはこのセンターコンソールの中に USB の C ポートがありますので、 AI ボックス自体もこのコンソールボックスの中に設置するのがスマートに設置できてよろしいかと思います。また配線自体も USB の C2C 配線を使うことによって1本の配線で起動することができるようになっておりますので、非常にスマートに取り回しができてよろしいかと思います。こちらがクラウンスポーツのディスプレイオーディオとなっております。まずは定番ですけれども起動速度についてご紹介していきたいと思います。まずはパワーボタンをオフにいたします。でこの状態で乗り降りしたということで想定をして、また車に戻ってきてパワーボタンを入れたとします。でこの時の起動速度っていうのが非常に重要でして、車というのはエンジンをかけたり止めたりする連続で使う場合っていうのがありますので、そういった状況の中で起動速度が遅かったりすると実用性に乏しくて使い勝手として悪くなってしまうということがあります。その辺についてどうかということなんですけれども、もう喋ってるうちにオッド AI ボックスということで、今回 Android 12ということになっておるんですけれども、起動しているのがお分かりいただけるんではないかと思います。でホーム画面が今出てきておりまして、起動中という画面が出ております。はい、これでもう使えるようになったということで、だいたい45秒ぐらいですかね、そのぐらいの起動スピードとなっておりまして、非常に実用性の高いものとなっております。また以前ご質問いただいたんですけれども、よくあるパターンとしてなんですが、こちらなんですけど、例えばこの Google マップですね、これを今開いていて、狭山市駅に行きたい、でこのようにナビを設定してある状態で電源を切ったときに、この Google マップっていうのはまたこのままの状態で開いてくれるのかという質問、これも実際に私も普段使っていて、そういったシチュエーションがあるので、こちらもご紹介していきたいと思います。でもう一度パワーボタンをオフにします。で、パワーボタンを一度入れます。都度ナビの設定をまたしなければならないという状態になりますと、 ETC カードが挿入されていません、実用性に乏しい使いにくさっていうものが出てくるかと思うんですけれども、その辺どうかということで見ていただければと思うんですけれど、はい、今起動したんですけれども、これ今起動してるんですけれど、ホーム画面のままで止まっております。なのでもう一度このマップっていうものをタップする必要というのがあります。そうしますと目的地というのはもう設定はしておりまして、ナビ開始のボタンだけ押せばまたナビを再開することができる、南西に進みますということになりますので、そのままナビがもう再開してくれている状態の方がもちろん使いやすいんですけれども、特に目的地の設定をもう一度することなくナビボタンさえ押せばナビが再開してくれるということになりますので、実用性としては高くなっているということが言えるんではないかなと思います。次にこちらの新しい機能ですね、ご紹介していきたいと思うんですけれども、何と言いましてもこちらになるんですけれども、このマルチプレイというアプリがありまして、これを使うことによってカープレイに進むことができます。
で、カープレイというのは従来の AI ボックスでももちろんついているんですけれども、こちらは少し違った方式となっております。で、カープレイももう喋ってる間にパッとつながるのがお分かりいただけたかと思うんですけれども、気になる方もいらっしゃったかと思うんですが、カープレイのこのマップが今ここに表示されております。で、こちらにもですね、先ほどのマップが表示されているということなんです。これなんかちょっと変じゃないのって思われた方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、実は今回のこの Otto AI ボックスになってから、この Android 12で使っているこのマップの、マップを使うこともできるし、またこちらを押していただいて、マルチプレイにまた戻ると、このようにカープレイも使うことができる。何が言いたいかと言いますと、Wi-Fi の切り替えを今まではする必要がありました。このカープレイに関しては今どういう状況が起きているかと言いますと、この Otto AI ボックスと携帯が Wi-Fi でつながっている状態なわけなので、Wi-Fi 自体もデュアル Wi-Fi ではないということなので、わざわざ切り替えが必要でした。ここから今度ネットに切り替えるときにカープレイが落ちて、ネットに切り替えるときに Wi-Fi 自体もネット用の Wi-Fi に切り替えなきゃいけないという状況だったわけなんですけれども、特にそういうことも必要がないということです。そこが新しくなっているポイントになります。YouTube Music を例にご紹介していこうと思うんですけど、こちらをタップします。今音声自体は切ってあるんですけれども、この状態でローティングボタン、こちらを押します。で、このマルチプレイというボタンを押します。はい、そうしますと、このようにカープレイが立ち上がるんですけれども、この状態からもう一度先ほどの Android 12に戻ります。で、動画見ていただければと思うんですけれども、ちゃんと動画も流れていながら、またもう一度戻りますが、マルチプレイを押していただくと、このようにカープレイも使えるということで、わざわざ Wi-Fi の切り替えをする必要というのがなくなったというのが、今回のこの Otto AI ボックスの新しい機能の一つになっているということになりますので、非常に使いやすくなったということが大きなポイントとなります。なのでわざわざいちいち Wi-Fi の切り替えの設定ということを行わなくても、同じ画面上の中でカープレイと Android Auto 12ということでネットを楽しむということが可能になるということになります。次の新しい機能なんですけど、特にこのワイド画面となっている車に関してはすごく重宝する機能となるんですけれども、こちらになります。先ほどのこのフローティングボタンを押していただく、いただいて、ここのところなんですけれども、そうしますと、ここ分割画面というのが出てきます。で、残念ながらこのカープレイとかの分割っていうのはできないんですけれども、こちらのマップに関して、はい。そうしますと、このような形で分割表示が出るわけなんですけれど、今まではこれ真ん中にこの動画が流れてたんですけど、分割画面を使うことによって、このクラウンの純正ラップ横長になってるんですけれども、このサイズをフルに使うことができるということです。これ非常に使いやすいと思います。で、また5対5だけじゃなくて、このように6対4。で、また、こちらに持っていけば4対6ということで使うことができるということになります。なので、助手席の方は動画を見ることができますし、運転席に乗ってらっしゃる方はナビを見ることができるということで、この Otto AI Box のこの分割画面というのは非常に重宝するということになります。で、このようにナビ開始ということでボタンを押していただくと、実際の走行している最中の画面に切り替わるわけなんですけれども、非常に見やすいです。
で、ナビの画面は小さくてもいいからということなのであれば、64で使っていただければ、このような形で動画を流しながらナビを見るということができるので、行き先に迷うということもないということになります。最後のこちらのホーム画面についてご紹介していきたいと思います。こちらもかなり大きく変わったポイントになっておりまして、UI が非常に向上しているポイントになっております。で、もうすでにお見せしてるんですけれど、このように横にスライドすると、こういった画面が出てきます。で、これはですね、カスタマイズ画面といいまして、普段自分が使うアプリをこのように貼ることができます。で、これ Google マップだったり、これは Gmail、で、これが YouTube Music だったりするんですけれど、このように貼ることができます。で、これが Google Chrome、で、Amazon Music、YouTube ということで、まあ、こういった形で自分が使いたいアプリっていうのがあると思うんですけど、貼ることができます。で、また、こちらに、下に行きますと、このようにアプリがたくさん出てるわけなんですけれども、この中で探すのは結構ナンセンスだったりすると思うんですけれども、まあ、そういった場合にもう一度例をお見せするんですけれども、例えばこの Apple Store、ここ長押しします。で、これ自体をこのような形で貼ることができます。で、これワイド画面になってますので、ここのクリアランスが広くなってますので、よりこの辺のスペースというのを使うことができます。ノアボクシングに関してはワイドではなくてナロー画面になってますので、ここまでなんですけど、グランスポーツに関してはこの辺まで使うことができるようになっておりまして、ここに貼ることもできるということになっておりますので、非常に使いやすくなったというのが大きなポイントとなっております。ということで今回なんですけれども、こちらのオット AI ボックスの P3。今回はクラウンスポーツのディスプレイオーディオでご紹介の方させていただきました。こちらの製品の詳細は概要欄の方に掲載をしておりますので、ぜひ興味のある方はそちらの方をご覧になっていただければと思います。それでは次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。